滝の洞窟はこの辺りだったな。ここから北の方って言ってたっけ。帝国軍がいるかもしれない。油断はするなよ。あれ、ねえ、封鎖されてた？止められはしなかったな。わざわざ開けて待っていたかのようだった。なんかこういう時ってあの人出てきそう。帝国の宰相か。案内してくれんなら別にいいけど。気を許していい相手ではない。しかしこんな状況ならコル将軍に手助けを頼みたいところだが。そういえば見ないね。忙しいのかな。メルダシオに王の墓所捜索を頼む代わりに難しい退治依頼を引き受けているそうだ。相変わらず働き者だな。いや、この先に用事？現れた。帝国軍がいるから一緒に行こう。何？大丈夫、話し通してあげるから。はい、出発。俺からあんまり離れない方がいいよ。帝国兵と無駄に戦いたくないでしょ。今3人しかいないみたいだしさ。はい、静かだね。話すことは特にない。そうだ、この先は古代遺跡だけど君たちの目的はミスビル？話す前に分かっちゃってるし。いやさ、ミスビルは貴重な鉱石でしょ。だから封鎖もしてたし帝国軍はいるわけで。それ分けてくれんのかよ。分けないよ。そういうとこケチだし。自分で採掘するならいいんじゃないかと思ってさ。ちょっとそこで待ってて。何するつもりなんだろう。わかんねえ。いいってさ、どうぞ。君たちが入隊希望者で訓練を受けに来た子たちだって。ルシスの王子一行でしょ。まあ、私は気ままな傭兵みたいなもんでね。それにあんたたちの正体も知らない。もう準備できてんの？え？ここで何かやるんだろ？監視ついでに手伝ってやるから。中は手ごわいのばっかりだよ。じゃ、仲良くやって。アラネア巡視をよろしくね。この遺跡、日があるうちは入れないよ。中を探るなら夜を待つしかないね。じゃあ行ってくる。お嬢、行ってらっしゃい。気をつけて。光あれ。何のゲームの呪文だよそれ。見てあれ、なんか光ってんだ。入り口か。絶対入り口でしょ。そうね。ほら、やっぱり絶対怪しかったからね。なんかあると思ったよ。入り口あるって言わなかった。行きますか。珍しく前向きだな。外にいた二人は仲間？かなり慕われているようだったな。ああ、ビグスとウェッジ。仲間っていうか部下だけど、信頼できる形だよ。どこまで続くの？この階段。もう随分下ったな。やっと終わり見えてきた。住んでた人大変だったろうね。うわっ、あれ、なんで明かりついてんの。まだ誰かいるのかな。まさか。歓迎は期待できないね。何もなさそうだ。こっちは外れみたい。これはすごいな。こんなものが。上見て。水面に見えるね。え、じゃあここ水の中。すごい、魚まで泳いでる。わけわかんねえな。ここは水の中なのか。俺息苦しくなってきたよ。映画みたいだな。
グラディオも来たらよかったのに。興味なさそうじゃね。案外感動するかもしれない。ここなんか気になる。どうした？こっちって言ったっけ？見落としたか？確証ないけど、あのさ、崩れないって保証はないぞ。死骸とは腐れ縁だわ。どういうことだ？軍とこいつらはまあ深い関わりでね。帝国軍はここで何を？標本集め。最近はそんなんばっかよ。何の標本？死骸。死骸と関わりってさ、どんな？さて何でしょう。え、答え当ててく形式？こいつらはね、兵器になるんだ。え？あんたたちも見たことあるはずだよ。最近の帝国ってのはどっかおかしくてね。ずっとおかしいだろ。だよね。やめようかと思ってさ。ねえ、軍辞めたらどうするの？私はもともと傭兵だからね。部下連れて死骸相手に仕事かな。へえ、すごいね。帝国がおかしいというのはどういう意味なんだ？皇帝も新しい将軍も意識バラバラ。最初もあんな感じでしょ。付き合ってらんないわ。崩れないよね、そう簡単に。どこが崩れたの？なんかさ、すっごい宝物ありそうだよね。そんな気するよな。素材を探しに来たんだぞ。ああ、やっぱり！構えな！うわ、でっかいの来た！やはり来たか。しかもいっぱいいるし！賑やかなこと？片付けよ！よっ！行くぞ！や、消してやる！また階段だよ。嫌な予感するな。階段続く、どこまで続く、ずっと続く。大丈夫か？向こうにも行けそうだ。分かれ道だね。どうすんの？だからどっちだろう。それが分かればいいんだが。行ってみるしかないか。迷わないように注意しよう。あ、広い。うーわ、大きなやついそう。戦いやすくて好都合じゃないか。頼りにしとくわ。セット。
しゃ。こっちになんかあったはず。ここで終わりのようだな。ねえアラネア、あ、死骸と関係ある兵器って何？魔導兵は見たことあるね。ああ、あれは死骸の研究から生まれたんだ。死骸から？不気味な国だよ今の帝国は。気をつけな王子。ああ、王様か。ああ、外だ。じゃあ私はここまで。まあ大変だろうけど、あんまり立場に縛られすぎんじゃないよ。騙されていたのかもしれないが、力を貸してもらえてとても助かった。そりゃよかった。まったく疑り深いこと。あなたもどうか気をつけて。おう、あら、ありがとう。じゃあね、次があったらまた手伝ってやるよ。ああ、あと最初から帰りは送ってやれって言われてるから、準備ができたら船に乗せてやる。無事に済んでよかったね。ノクト、シドニーから連絡があった。なんて？レスタルムの精錬技師を訪ねろと。工場にシドニーの友人がいるらしい。ミスリルを渡せばいいそうだ。そしたらやっと船が治るってわけか。休憩が終わったらどこにも寄らずレスタルムに行くぞ。しっかり準備してくれよ。この湖もしばらく来れないか。今のうちに釣りでもしといたら。レスタルムに行くんだって？じゃあそこまででいいね。ああ、よし、準備はできた？できてる。頼むわ。はい、行くよ。うわ、あれ、赤い機体。